ゴーガールズセカンドシーズン。朝一までだったらね、全然今日は余裕で勝てるんじゃないかなと思ってたんだけど、戦場にはまるなんて。でここはもうサラリよサラリ。あーバカー、普通のボーナスよ。あー少ないんだよね、しかもすごく枚数が。不安なんでね、モデルモードで指したい。まあ、確実にね、高設定はあるんですけど、私の台はどうなのかっていうところですかね。いけるでしょう。OK。いや、マジ。まあまあ、それ引くわな。20% あるんで、レギュラーボーナスです。まだチャンスモードが、チャンスチャンス移行してくれてる、ありがたいんだけど、なんなんだ、中間とかなのかな。当たったかな。よし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 。さあやめて、本当に。いやー、もうレギュラーだ。311ゲームレギュラーでございます。多分もうマイナス池に行ってるので、なんとかしないと。よしよしよし、まあ、あと1回で AT、まあ、あとやっと高設定した今日は出ましたね。今回グースーシさん、不安の残る10ターンいきましょう。頼むよ。なんか穏やかじゃない、ちょっと静かすぎるんですけど、本当にちょっと、いやもう本当、いや本当そんな感じした。なんかもう、いやもうダメかもしれない。今のは絶対 AT 入れなきゃいけないところなのに、ちょい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 、あの前半からこんなになるなんて。あー、まあもちろん設定も大事なんですけれど、本当あと1回 AT 入れて、それが伸びるか伸びないかで今日の収支は決まりますね。みのりんもマイナス1600枚ぐらいで RE2 に移動して1回当たって終わったところだった。なるほどな。まあまずいな。茂木ちゃんも今プラマイ行ったり来たりでちょいマイナス行きっぽい。にゃんこ。いや自分の好きなコンテンツの台って怖いっすよね。ついこう許しちゃうっていうかね、よくないよな。なんかもうどうにかなってくれよ。チャンスゾーンか。入った入った、にゃんこでチャンスゾーン入った。一応このね、大狂乱の猫島はもうね、ベル揃えば当たりです。マウスで引きてー、マジで生きてー、頼む頼む。あー狂乱の猫、下段でいいの。あー引けなかった、
かった、持ってね。あ、また入った合格。スライテー、あ、また入った。あらまあ、爽快にゃん。黄色になってくれよ。いや、これ右上がりでしょ。あ、違うな、下段だ。オッケー、いけたー。なんとか持ちメダルで早めの大当たり。チャンスドンからですね。63ゲーム、よしよしよし。あー、青かオーラ、そっか。まあいつもの感じっすね。うん、まあしょうがないか。ポセイドン10。あー、なるほど。ポセイドンで頑張ってゼウスで0ゲーム連できれば。超ポセイドンの方がねいいんだけどね。頑張った気がする。80ゲーム、ゼウスで100乗せれれば、いや、なんなら200ぐらいゼウスで乗せたいな。あ、これ、あ、こういうパターンか。50終わり、しょぼ。ゼウス、ゼウス大したことね。頑張ろう。これで上乗せして、なんか引いた。強いの引いてます。チャンス目、今日チャンス目。あ、なんか引いてる。追加です。ダメだけど、今410ゲームなんだけど、またなんか引いてる。あ、待って、 A であるよ。待って、強制。お、待って、これなんか、いやー、降格にはいないのか。タイランド降格、結構ね、今日チャンス目いっぱい、今日チャンス役いっぱい引いてたんで、ワンチャンチャレンジいけるかなと思ったんですけど、とりあえずはまあチャンスゾーンです。よし、ひどくない？当たんないやつじゃん。次こそは。あ、お、当たった、当たった。何、当たった。なんで、もう回数転調言ってたんですかね。そういう理由でなんかじらしてたのかな、もしかして。文句言ってごめんね。プラスにできるのかな、ちょっとわかんないですけど、頑張ります。まあ少しでも取り戻したいというのがちょっと本音ですよね。ダメだ。お、3否定出ましたね。で4否定ももうすでに出てるので、この台3、4否定、まあ1か2か5か6、悩ましいところですけど行こうか。よし、警察署、もう警察署から早く出たい。ない。お、レハクじゃん。ちょ、頼む、マジで。いや、おっちょ、おち 50% お願い、本当に。え、でもこれでちょっと普通に開かないで。嘘嘘嘘嘘嘘嘘。
ラストではないよね、ないってことか、ひどい、今日チェリー引いたのに105枚、どうしよう本当に。いやーでも、お、ちょっとか、はい、現状4万6千円ですよ。とりあえずも今のところおそらくモテギちゃんだけなのでプラスに望みがあるのは、本当プレッシャーかけて申し訳ないけどマジお願いしますというラインを入れました。それではそれでは行きたいと思います。ちゃんと行ってくれ。いやー行かない。313枚、特に何もやれず、いやー厳しい、厳しすぎる。本当最初だけでしたね。あ、猫ワイルド。え？赤ナビ？え？なるほど、今日初めて確定薬引いた。でも白だね。8192だったらビッグバン行きたかったけど、それは贅沢だ。でもこれで降臨ガチャストック、嬉しい。あ、もう始まるんだ。初めてなのもので、すみません、初めてなもので。あ、そんなことないかな。うわーい、本日初の、よかったよかった。そろそろ押し寄せてくんじゃないの、確定薬の波が。あ、もう速攻で始まるんだ、アオーラか。うん、まあ普通ですね。あれ、また同じパターンこれ。お、全ポセイドンだ。え、これ多分超ポセイドンでしょ、多分、知らんけど、レア、レアですよ。ほら、なんかちょっとかっこいいっしょ、ポセイドンみたいな。いつもと違う、このポセイドンはめちゃくちゃ強いポセイドン。そんなにだ。でもやっぱ5じゃないもんな、弱いぞ。でもなんか、思ったよりだな。おー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 、強い。あ、なんか振り回してる。これリプレイ引いてんじゃない。あ、右上がりか。
30か。もっとくれし。地割れきた。30ね。いや、私が下手なんか、これ。あ、ドラゴン、ドラゴン。これ一番強いやつ。50以上。50かな ?50 か。いや、もうちょっと欲しいな。もうちょっと欲しいな。30?20?30 か。まあでもね、多分超ポセイドンの平均ぐらいじゃないかな、これが。240ね。まあまあいいでしょう。助かる。残り300か。これで1000枚はいきますね。全然足りねえけど。全然足りねえけど1000枚はいく。よし、頑張ろう。これをあと3回ぐらい繰り返せば3000枚出ますから。よし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 。さあドラモードから。さあ99ゲーム。またガナナです。ラスト残念。ここつなげられないの痛い。はい、残念でした。ちょっとまだゼロモード粘りましょう。これはあるかもしれんな。潜って対決だし、特訓だし、男岩出てるし、もう一回チャンスください。もうプラスマイナスギリギリだよ。まあね、まずゼロモードを超えて 80% のビッグを取って、そこでちゃんと AT に当てると。さあ対決。青7頼む。マジ？もうなんでこっちなんだよ。あー、レギュラーでした。よし、よし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 、もう外さない。いやー、いかないか。はい、偶数した。2回目の10トンいきます。頼むぜ、ほんと。もういいから。外すやつはもういいから。よし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 。いたね。オッケー。ああ、なんとか、なんとか、なんとか取れました。まあ、投資が少ないのが幸いなので。まあ、もう最悪ゼロモードを回さないっていう手ありますね。マイナスになっちゃうんだもん。よし、6万ジャストちょうど出ないと。実もうなんかいいのしか出てこん。あ、ナイスナイス、弱チャンス目。不安しかないけど、あー、よし、よかった。あー、505ゲームです。ギリギリ終了時間なんですけど、とりあえず当たったので、この AT が続く限りは OK ですね。3000枚出せば文句なしのプラスです。今年総投資6万円になります。
欲しいなこれ。なかなかもらえない。10パーあるはずなんですけど、ね、あおー赤、赤チャンスは乗せてるんじゃないかな。お、ある。というゲーム多分さっきの追加ですね。よし、50ゲームスタートですね。あ、削りと出しかもチャンスあるぞ。先頭どこ、マジ弁当刺さったっぽい。ってことはありがとうございます。レベル2、なんとかここが山なのかもしれない。このレベル2マジで生かすぞ。いやーもう黒波とか出さないで、おいけたいけたいけた、よかった、やっといけたよ。もうここで引くイメージ、あーお、リプレイ、はい、20ゲームでもいいです。さあ5セット目頑張ったけれどね、頑張ったけどここまで655まで、いやー悔しいよー。黄色スタート、もらいました。よしよしよし、絶頂とか出てきてほしいですよね。はい、プレミアム素晴らしい。吉宗ありがとうございます。さあエティチュアカナナ、スルーしそうなんだけど、いやマジでなんでなんでなの、ひどいよ、もうストックできず赤で。さあラスト、まあ、ぼちぼち伸びてくれて578枚で終了です。はい、ということで、ゼロモードを打つか打たないか悩んだんですけれども、まあ、1ゲーム回してここで終了したいと思います。あんまりこうスカッと解消という感じはなかったですけど、まあ、とりあえずプラス次戦お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。私の方はちょっと一番乗りで、実戦を終了したんですけれども、まあ、まずは収支の方を発表したいと思います。で収支の方が、最初の5000円で、回収、927枚で、サマイが697枚のプラスで終了しました。まあ、勝ってるのにねちょっとね浮かない感じになっているのはちょっとお察ししていただけると嬉しいんですけれども、まあ、やはりね、まあ、朝一狙いを定めていって番長ゼロが、まあ、結構お客さんも食いつきよくて、まあ、やっぱみんな狙ってるんだなっていうところは良かったんですけれど、まあ、当たりは必ずあったのに、まあ、そこにたどり着けなかったし、まあ、悪くなかったんですけど、まあ、もう2声ぐらいちょっと強いのあってもいいかなっていうぐらいで、まあ、隣はね2回パンダナにすぐ朝一1時間で出たり左も出たりとかしてたので、かなり甘い具合には使ってたと。
まあ、気になったのがですね、ここの3台並び囲まってるお客さんの3台並びのところなんですけれども、まあ、左の台は、まあ、直撃を1回確認していて、逆サイドの角角にの方も朝一すぐに直撃したんですけど、結構もう AT に入らずスルーとか、まあ、やれない展開で、ちょっと出玉的にはねついてないところもあるんですが、もう全体的にベースが甘いのかなというふうに思いました。まあ、狙いは悪くなかった、まあ、ちょっとね、まあ、かなって思ってるんですけれど、まあ、とりあえず、まあ、プラス良かったです。まあ、やっぱりねジャグラーは強かったです。全体的に、まあ、ファンキーもマイも、まあ、ハッピーもアイムももう全体的に、まあ、結構全体的にあの並びっていう、まあ、今までちょっとこう意識したんですけど、まあ、ポン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 、まあ、至る所に積んでるっていう印象を感じました。まあ、角のお客様とかも14の15とか119分の1だったり、まあ、13の11とか、まあ、こっちも12の16リアも積んでますしね、17の13で、やっぱりマイジャグに限らずファンキージャグラーとかも、まあ、やっぱりこれだけ台数がある中でこの時間で、まあ、立ち盛りでね積んでるお客様かなりいらっしゃるので、もうアイマも、まあ、必ずどの台の島にも当たりがあると。正直個人的にはこうね、まあ、台盤とかこう塊がとか角がっていう風には見抜けられないかったんですけど、まあ、逆に言うと本当まばらにいろんなところに当たりがあるので、まあ本当ダメな番号でもジャグラーを行けば全然ワンチャンあるかなと思いました。で、一応ちょっと気になったのがカバネリなんですけど、まあ、かなり悪くないカバネリはね、まあ、ゲーム数で分かる部分分かんない部分ありますけれど、かなり好感触だったんじゃないかなと思っております。まあ、私ね結構カバネリはめちゃくちゃ狙うんですけど、まあ、カバネリもかなりありだったのかなっていうふうに思います。まあ、結構私がいつも狙ってるところは、まあ、次回もありなんじゃないかなと思っております。で、一応ねお二人からはね途中までやばいラインが来てたので、その後どうなったのか分かんないんですけれども、まあ、もしプラスになっているのであればとちょっと祈りながら、その報告をちょっと後で見てください。まあ、今回はギリ勝ちましたが、次回はもっとねなんかいい展開になれるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。チャンスでしょ。またチャンスでも来ないかな。ダメ。バトル、お熱い。これはこのレアヤクですね、多分ね追加でってことかな。熱いです。 G4 バトル、お G4 なかなか合いません。よし、押せない。よし、 OK 一つ一つね。追加で当たったようです。やりました。問題はパンデミックだね。ここで頑張れないと。お願い。よし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 。もうもらっちゃっていい、もらっちゃっていい。ダメなの、もらえないんだ。すいません、待って。もうえ、あ、セーフ。 OKOKOK、 上乗せ後ろ。チャンス目でした。はい、じゃあチャンス目。10ゲーム乗せからの上昇だけあってもしょうがないからね。そうそうなの、いらないんです実は。あー、うまいうまい。そして10、ありがたい。もういけるかちょっと不安なんで、ここでもうもらってもいい。ありあり、プレイじゃないかな。お、ナイス。オッケー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 。スルーで。おね、あー、これは決まっちゃうね。7降格ですね。7ゾロ降格。さあ、いっぱいカットイン出していきましょう。2個は欲しい、最低でも。赤カットインでお願いします。
ありがたいことにもう20ゲーム載せてるんで、これは相当でかい。ああでかい、赤赤じゃない、赤じゃない。ああ引けない。ああ、30ですね、全部合わせて終了時ももらって30ゲーム乗せです。7広角なのに1個もない。下水道で頼まい、下座しようか。ああ終わった、全然伸びなかったです。最後も265枚、なん待って、ここで引いた、ここで引いちゃった。マジか。はい、ということで、最後の AT も、そこまで伸ばせず終了です。お疲れ様でした。実戦終了しまして、まず結果からいきますか。はい、本日ですね、あれ前こんなに入れたかな、最高額かもしれない、もしかしたら投資、6万円、回収が268枚ということで、マイナス2492枚です。なんじゃこりゃ、もうひどすぎる。私どうして勝てないんですかね。3台設置、4台設置、5台設置とか、なんか絶妙なね、少なすぎもなく多すぎもなくみたいな台数のところ攻めてって、まあ、なんか絶対系とかあったらいいなみたいなのもちょっと、なんか淡い期待もありながら、まあダメダメで、ここやれんだろうみたいなところね、すごいありましたよね。なんであれができないのかな、ちょっと改めます。はい、まずは抽選受ける練習から、はい、始めたいと思います。そして、店内状況なんですけど、3台設置とかの中で言ったらあるとしたら延々とかワンチャンあるかなと。あ、てか延々が、延々は空いてたんですよね、朝ね。マジで結構高設定じゃないときついなという印象はあるんで、あるかもしれない。3台だし全部系、後からついてるってことちょっとありそうな感じするな。幼女選挙も2台ともめっちゃ出てますけどね、結構やれてるっぽいからな、入ってそうな気はするけど。で、あとはまあジャグラーコーナー、まあ、ジャグラーの中でも今日はファンキーが結構、まあ、行くならファンキーといったら当たりは多いかなっていうね、はい、気はしました。まあ、ファンキーとかが多分台数的にも入れるのかなっていう気がしますけどね。結構がっつり出てる台はもう 2,3 箱普通に使ってますね。まあ私はおそらく次回もいますので、はい、次回こそはいい番号を引いて、いい台に座ってプラスで終わりたいと思います。あとはキュインちゃんになんとかね、結構使ってると思うけど、はい、プラスに戻してもらえたらなと思います。お願いします。チャンス、あ、でも中段出る。10ゲームで終わるのはちょっと寂しいぞ、さすがに。 あ、ここで引いていく、さらに右上がりよね。なるほどね、上乗せ欲しいな。あ、いいよ、増えた、もっと増えて。あ、これは行ったね、アフロディーテだ、ありがてえ、いっぱいください。50以上、30か、まあ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 いいでしょう。中段ベルまた引いたぞ、でかい。中段リップ、あ、違う、チャンス目だ、もうちょっと欲しいです。
こ上乗せしときたいな。1000枚やっと行きましたよ。1000枚乗せですね。チケットラッキー。ポセイドンか。ルーゲームショッペ。3枚。いや大健闘したけどね、ちょっと足りないんだよな。な謎にストックとか持ってないよね。持ってないよねそうだよね。はい、実戦終了時間になってしまいました。いや最後の AT な、あとちょっとどっかでもうちょっとだけ上乗せできれば結構まくれる可能性あったんですけどね、なんかもったいなかったなっていう、めちゃめちゃ悔しいです。すみませんでした。実戦終了ということで私の結果を発表したいと思います。投資が2530枚、回収が1789枚で3枚マイナス741枚ということで残念ながら負けてしまいました。東山都店さんの店内状況なんですけども、まあジャグラーはやっぱりマイジャグとアイムジャグラーがめちゃめちゃ強いなっていう印象で、まあ、台数もめちゃくちゃ多いんでね、並びね何台か塊で出てる台もあって結構軽めに当たってる台がちらほら、なんかアイムジャグラーはなんか緑パネルの方が結構半分からこっち側が結構ガーッと出てますね。スマスロはやっぱりあのね、円柱島のある北斗の拳台数も多いですし、やっぱり当たり回数もよくついてたなっていう印象で、まあ当たり回数が結構ついてるというか、初当たり自体はついてるんで、まあそれなりに設定が入ってて初当たり軽いっていう可能性は結構あるかもしれないです。連チャン自体はねあんまり関係ないんで、あとはやっぱ絆ですね。バジリスク絆2、そしてカバネリですね。カバネリはやっぱり強い日、ちょっと古い台でも人気機種はしっかり設定の方を使ってるんじゃないかなと思います。全体的にいいかもしれないです。高設定の台は間違いなく入ってそうな感じですね。そう、でもカマネリはやっぱり強くて、リバパネルと無名パネルとが良い気がします。ただ全体的に出てます。カマネリは当たりもよくついてるんで、もしかしたら前代高設定もあるかもしれないですね。にゃんこ大戦争もですねまだ出てはないんですけど、そんなに一応私の台も設定した2回出て、他の台も高設定した今日とかで、あんまりにゃんこって出ないんですよね、その弱とかでも。なんで四五郎とかはもしかして入れてた、まあ4とか全台何かしら入ってた可能性はあったのかなと思います。で本日3人の、結果ですね、茂木ちゃんだけがプラスということで、プレゼントの方がクオカードペイ1000円分5名様となります。いや私もねまたしげちゃんの代理だったんで、とにかく勝ちたかったんですけど、惜しかったですけどね、残念ながら勝てず今回は1人だけプラスということで、次回はまさしげちゃんも戻ってきますので3人でしっかりプラス目指していくと思います。ってことで今回もゴーゴーガールズご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみに。頑張ってねー。